ける基礎化粧品何を使われてるか知りたいです。基礎化粧品はもう本当に私化粧品化粧水とかその基礎化粧水についてのこだわりがすごくて、なんか高校生の頃に結構高い例えば SK-2 とかそういうのを使ってるお友達がいたんだけど、そういうのを使いすぎると大人になった時にどうするんだろうと思ってたんですよ。だからなるべくなんだろういろんな美容成分が入っていないもので安いものでもいいんだけど、安いものだと悪いものも入ってる場合が多いから、悪いものもいいものも入りすぎてないとか、悪いものも入ってなくていいものも入りすぎてないとか、そういうのでこう基準で選んでて、で今使ってるのはイプサの化粧水です。でもいろいろ試してるし、なんかもうそういう成分に詳しくなりすぎて作りたいなと思ってるぐらい化粧品化粧水とかには興味がある。大好き。こだわりがある。化粧をなるべくしたくないんですよ。ファンデーションで隠すじゃなくて、ファンデーションをしなくていいようにシミを取ったりとか、ケアしたりとか、そういう方に力入れたいタイプですね。眉毛変えたね。眉毛は多分アートメイクして、イチジク、15、6ってことになって、で、朝苦手だし、一人暮らししてみたかったし、その学校に通うっていうのを理由に高校生から一人暮らししてました。下着どこで買ってる？下着はブラデリスっていう、ブラデリスニューヨークっていう下着ブランドで、これおっぱい大きい友達がいるんだけど、その子に教えてもらいました。全然疲れないし、ちゃんと形が綺麗に出る。だけど太って見えないみたいな。え、めっちゃ途切れてる？めっちゃ画面が変わる？嘘。ちょっと待って。電波悪いね、やっぱ。いい方がいいかな。Wi-Fi つけるとこっちがね、見えなくなっちゃう。途切れてる？ちょっと行けた？Wi-Fi つけた方がいいのか。晚上好。人の家で LINE やらんわ。こんにちはわ。こんにちは。リリです。
画面がワープしてます。嘘。また？電波悪いの？香水何使ってますか？ジョーマローンのなんか名前忘れた。なんだっけ。まあ、結構シャンプーっぽいやつで、であとはエルメスのなんかさ、エルメスのさ、このぐらいのサイズのやつが5本入ってるやつをもらったんですよ。でそれをまあ気分によって日によって変えてつけてる。エルメスも本当に全部いい匂いで、なんかこの人の匂いだってあるじゃん、香水って。あ、この人エレベーター乗って、やばっ、ウーバーが来た。この人の香水の匂いってあるんだけど、私にはそれがないかもしれない。いつも違うのつけてる、なんか気分によって。でも柔軟剤はあの薬局で買ってるんですけど、白いやつ、それは私の匂いっていう人いるかもしれない。画質悪いけど日本ですか？日本です。日本に8月かな、帰ってきました。もうめっちゃシンガポール楽しかった。あれ、また止まってんじゃん。止まってる。いった。ごめんね。シンガポール生活は楽しい、楽しかった。シンガポールからもう帰ってきてて日本にいるんですけど、なんかやっぱり刺激的じゃないですか。別にシンガポールに限らず、置いといてデザイン。なんかその刺激、いつもと違うっていうのが楽しかったし、まあそれは時間経てば消えて慣れていくものだなって思った。スーパー悪すぎてさ、ここに送ってくれてる。今度電波の いところでやるわ、絶対。来た来た来た、止まってたんだけど動いた。電波悪い、みんないなくなんないでね。うんうん、 Wi-Fi を
桃食べてます。本当に電波悪いな。いや、 Wi-Fi さっきまでつなげてたんだけど、それも切れちゃって止まっちゃうから、つけたり切ったりします。落ち着いて見れない、ごめん。カズキって呼んでほしいです。カズキ。何これ、画質も電波も悪い。画質も悪いか。うん、じゃあ次ライブやるときは絶対電波いいところでやるとする、約束するわ。何食べてるの？桃とイチジクです。にデザートでフルーツ食べない方がいいんだけど、今日はいいです。腹減った。食べたよ、みんな食べた？下午好，小三小姐。下午好。晚上好。あ、質問。元気ですか？元気です。スタイルの維持の秘訣は何ですか？運動かな？習慣にしてます。週に2回ぐらいは筋トレ行くし、まあなるべくなんか歩く、あとは階段使う、あと踊る。アイブロウはどこのブランドですか？アイブロウこれ書いてないです。アートメイク。中国語って難しいですか？超難しい。超難しいです。綺麗、ありがとうございます。スキンケア何してますか？スキンケアはさっきも話したけど、シンプルが一番好き。なんかいいものとかをやればやるほど、まあ肌は一瞬綺麗になるかもしれないけど、それをじゃあ50歳になるまで続けられないじゃん。いいものをさどんどん増やしたら、もうなんか何塗ればいいのって途中でなっちゃうから、なるべくシンプルで悪いものも入ってないもので綺麗に保てるようにしてます。だから化粧しなきゃいけないようなシミとかシワを作らないっていう方を大事にしてます。1日何食ですか？3から2です。2日。朝9時前に起きれたら朝も食べて3食で、ちょっと遅かったら2食になります。絶対に夜ご飯をその分ずらして夜食べたりはしない。夜は、まあ、大体夜ご飯食べようってなったら6時ぐらいを指定するし、遅くなっちゃう場合はちょっと軽めにしますね。それはなんかダイエットとかっていうよりもなんか次の日の朝重いんですよ、その胃もたれじゃないけど、うん、内臓のためにそうしてます。久しぶり。うん、痛いの？トップスどこなんですか？白のトップスはなんだっけ、これあのね、伊勢丹の2階のいろいろなブランドがあるコーナー。今見ればいいんだけどちょっとめんどくさいからまた載せます。これね、カップ付きでめっちゃなんか生地もこだわりがあっていいやつらしくて、手洗いしかできないんですよ。手洗いしかできないのに、この間黒バージョンを洗濯されちゃって今白しかないんだけど、あのお気に入りすぎて2色持ってました。本当は黒と白。猫は来ないのかな。ガルちゃん、ガルちゃんも会いたい。リーリーは降りていくか。せーの、
おいしょ、入った。詰まってるね。ん？詰まってるね、リリちゃん。焼きもちリリ。ガルちゃん。見ろ。ちょんちゅう。ちょんちゅうぜ、コアラ。月餅食べましたが、月餅シンガポールで食べた1個。ん？ 8,000 円ぐらいかな。ええと思ったよね、リリ。洗濯された洗剤、あ、洗濯ね。頼んでるんですよ。で、洗濯とかもやってもらってます。大きい猫だね。そう、ちっちゃく見えて6とか7キロある。わかったよ。甘えん坊だね。こっちをやるとそっちの Wi-Fi をちょっと拾っちゃって電波悪くなるから。そのまま海外移住して暮らすんですか？シンガポールから帰ってます。もうん？ 1 ヶ月は経ってないですけど、結構前に帰ってきてますね。自分の誕生日の前に帰ってきてます。やっぱ誕生日日本で過ごして日本の友達に祝ってもらいたかったんで帰ってきました、見計らって。使わなくなった自分の香水ってどうしてますか？あ、水着？水着ってどうしてますか？水着は基本さ、夏しか着ないじゃん。夏もそんなに海とか行かないんで、 2,3 個買って全部1回着るか着ないかぐらいになっちゃうから、もったいないから誰かにあげるか、誰も着れないような、着たくないみたいな柄とかだったら捨てちゃったりとかしてます。なんか水着とかあって売れないんですよ、リサイクルに出せないから。まあ泣く泣く捨ててるけど、もったいないね。スタバの月餅美味しいよ。スタバに月餅あるんだ今。うん、你今天做了什么？啊，我今天工作了，还有打扫一点，ちょっとだけ掃除しました。この子がお花飾ってあったの食べて、バーって散らばして、なんかサプライズかなと思ったんですけど、床にバーって花があって、それを掃除機で吸いました。ワンちゃんいたぐれです。今彼氏いますか？いないです。ファンだったら水着買うよ。いやだ、水着売るのはキモいよね。千葉が東京を超えるチャンス。你中文好好哦，谢谢。日本人ですか？日本人です。カメラ目線欲しい。りーちゃんもカメラ見て、こんばんはって。また海外行くんですか？海外好きだし、いつか住みたいから、いっぱいいろんなところ見て、どこがいいかなって、今はいろんなところに行ってみたいです。今の収入源が謎。収入源が謎は、まあわざわざここでこうこうこうですって言うつもりもないんだけど、でもよく言われるさ、例えばパパ活とかそういうコメントがやっぱり多いし、なんか私が客観的に私のインスタだけとかを見ててもそう思ってもおかしくないと思うの。でももうここではっきり言うのは、絶対そういうのはしたくないし、してない。そういうのってね、絶対漏れるんですよ。なんかもう例えばパパ
側の友達ですとかじゃないけど、絶対どっかからもらえる。もうそれが嫌だ。そんな女になりたくないから。遅くなりましたが9月5日お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。24になっちゃった24だよ。公式ホームページの更新待ってます。そうだねほっといてる。更新します。一緒にハワイ住みましょう。ハワイもいいよね。でもハワイもちょっとやっぱり飽きるんですよね。私はいい国なんですけど、もうちょっと大人になった時にいいかもしれない。今は結構刺激の多い街が好きかもしれない。こんなこと言ってやるとぶっ飛ばしてやりますよ。かっけー、ぶっ飛ばしてください。ニジもまだ若いよ。若いね、確かに。でもそう思ってたら若くなくなっちゃうから、別に若くなくなるのが悪いことじゃないけど、24かって早いなって感じ。デビューしたのが18歳なんで、もう6年経ったんだって。で、あの18歳から今までの6年間と、まあ30までの6年間同じにはしたくない。もっとなんかいい変化を遂げたいなって思ってる。ツイッターも更新して、ツイッターさやめようと思ってるんですよね。なんか別につぶやきたいこととか特にないし、インスタだけにしようと思ってるんですけど、どう思いますか？上海おすすめ。うん、確かに上海ね、刺激を求めて上海に行こうと思ってた上海と香港も行ってみたい。シャンガン、あと一回仕事でブエノスアイレスに行ったことあるんですけど、あのブラジルとかさ、ちょっと危険地帯っていうか治安があんまり良くないみたいなところもあって、すごいね、街歩くにもすごい警備とかつけてたんです、撮影だったんで。そういう意味の刺激も割と好きだからまあ住むのはいろいろちょっと危ないけど、もう一回旅行で行ってみたいなって感じ。ゆうかちゃん、はるな頑張れって言ってほしいです。はるなちゃん頑張って。なんかすすむしみたいな音しますね。あ、虫です、虫。ツイッターも続けてほしいな。おーおー、そっかそっか、ありました。更新はあんまりできないかもしれないけど、じゃあアカウントは保存します。ゆうかちゃん、ザ AB 型って感じ。お、よく知ってる。 AB 型です。グラビアの撮影はもうしないんですか？しないと思いますね。まあ水着を着て撮影するとしたら、今のところないかもしれない水着は全然着てるんですけどね、バカンスっていうか海とか行った時に。パピヨンちゃんと見てますリリのお友達だ。かなり貢ぎたいです。うん、ありがとうございます。貢いでくださいでもこれ昨日女友達と盛り上がったんだけど、なんかいくらさ貢がれても自分が仕事してなかったらその人の貢ぎが終わったらさゼロになっちゃうじゃん。だから仕事辞めてって言わずにたくさんプレゼントくれる人がいいよねっていう話になってたんですよ。だからもしも貢いでくれるとしても私のこと操作しようとは思わないでくださいね香港に招待したい。香港行きたい。香港から日本に遊びに来たお友達から話聞いたんですよ。そしたらもうなんかもう中国とさ同じってみんな結構イメージがあると思うんだけど、
全然それとは違ってほとんど英語だし、街にさよく看板あるじゃん、あれはもう日本英語と香港の、まあ、中国語漢字が書かれてて、あのちょっとアメリカじゃないけど、イギリスだけ、イギリスなんかどっかのさ昔あれだったから、ちょっとそっち系の雰囲気もあるし、中華系アジア圏系の雰囲気もあるしみたいな、すごい、また中国とかもすっごい今興味がある、超行ってみたい。でも香港の中国語は私が勉強してるマンダリン、あの普通の中国語じゃないの、だから伝わない、使えないから完全にもう英語頑張るしかない。英語喋れないんだけど。髪の毛どれぐらい伸びましたか？髪の毛結構切っちゃった、ここぐらいまであった、うん、ここぐらいまであったんだけどちょっと切った、傷んで結構。中国語どのくらい話せますか？まだ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 話せると言えない。カーディガンどこのブランドですか？なんて読む？リフォーメーション？はい。英語話せるんですか？全然話せない。なんかオンライン英会話じゃないけどさ、そういうのあるじゃないですか。あれやったんですけど、3ヶ月くらい全然やる気出ないし、全然、まあ、やる気ないから上達しないし、ダメでした。だからまあいずれ将来英語圏のところに住むってなったら頑張ります。興味がないとできないから、今中国語しか勉強の意欲が湧かない。香港の民主化運動は続いて、香港にいないから分かんない。画質悪い、ごめん。ちょっとにはしない？あ、この間さ、シルベリアあ、止まったけど再開しました。地下？地下に住んでないよ。アーカイブ残してくれますか？うん、アーカイブは恥ずかしくなるから残さない。ここの、あ、来た来た来た。やっぱ Wi-Fi つけない方がいいんだね。途切れた会話が気になるよ。え、どこが途切れてた？ウエスト何センチですか？いや、測ってないから分かんないけど、マジで結構太ったんです最近。
何食べてんの？桃だよ。筋トレ頑張れって言ってほしいです。筋トレ頑張れ。私にも言ってほしい。ね、今お月見団子食べても、え、何？今日ってそういう日？今日そういう日？10月10日とかじゃないの？あ、良くなりました。よかった。たくさん笑います。結構私ずっと笑ってると思う。笑っちゃいけない時も笑ってる。ウィキだと59だよ。多分62ぐらいじゃない？ウエスト？別にどうでもいいよね、何センチとか。今日は15日の夜かな。9月15日ってそういうことをする日なんですか？知らなかった。今受験生です。ゆうかちゃんのバストサイズ知れたらもっと頑張ります。自分でなんかウィキペディア見てください。私も知らないわ。中リリガルいますか？リリガル、たまにこっち来るときに映してるから、ちょっとシャッターチャンス待っててください。結婚して、結婚は何歳までにしたいですか？ないです。結婚願望なくて、まあ周りにもまだ若いからだよって言われるんですけど、30とかになっても別に結婚したいってならないと思う。今も結婚願望あんまない？あんまりないですね。別にしたくないわけじゃないから、この人となら結婚していいなって思う人がプロポーズしてくれたらする可能性あるけど、なんか何歳までに結婚しなきゃいけないから今は結婚前提にお付き合いしてる人を探しますみたいな感じのスタンスにはなんないと思う。僕と結婚しませんか？え、なんで？会ったことない人とは無理です。筋トレ頑張れ、筋トレ頑張れ。猫と犬どっちが飼いやすいですか？猫はトイレを自分で勝手にするし、あと餌も置いておいて大丈夫なんで、長い時間家にいなくても大丈夫だけど、もうワンちゃんは朝と夜のご飯を絶対自分があげなきゃいけないんで、ワンちゃんの時間に合わせて生きてるって感じですね。でトイレとかもなんかちょっと放っておくとトイレじゃないところでしちゃったりするから結構大変。お散歩も行かなきゃいけないし。俺が香港連れてく。行きたい。みんなで香港行きたい。ちょっと待ったー。ないようにより。カラコンしてますか？カラコンしてないです。カラコン前してた。高校の時。清楚系ギャルだった。写真集は出しますか？出す予定ないで。散歩連れてってます。ペットかマンションですか？もちろん。ミスド好きですか？大好き。スタバ何飲みますか？スタバはなんかさ、新しいの出るじゃないですか。この間メロンとか飲んだんですけど、ああいう新しいのが出た時は新しいの飲んで、でも普段はウーバーで頼むのは普通のブラックコーヒー。ブラックコーヒーとその時一番美味しそうなデザート、ケーキとか。東京に住んでるの？東京に住んでます。でもまあそうですね、東京以外は住まないかな。シンガポールの間はワンちゃんどうしてたんですか？あ、シンガポールの間はお姉ちゃんの家に預けてて、で本当はもっとシンガポール長くいる予定だったんで、シンガポールに連れて行こうと思ってたんですけど、なんかいろいろ、まあいろんな情勢とかいろんな理由で3ヶ月で帰ってくることになったんで、そのまま引き取って
リリはシンガポールデビューはできなかったです。いつか一緒に海外行きたいんですけど、まだ一緒に行ったことない。スポーツは好きですか？スポーツ大好き。生き方が好き。ありがとう。你喜欢中国的什么？啊，全部。有酸素運動はどのぐらいの頻度でやってますか？有酸素運動はなんかやろうと思ってこうランニングマシーンとかの有酸素運動は一切やんないですけど、犬の散歩だったりとか、あとなんだろう、ダンスとかっていうとほぼ毎日やってるかもしれない。全部合わせると1日、30分から1時間ぐらいは何かしら動いてますね。何時までライブしますか？わかんないですけど、もうちょっとかな。行きつけの飲食店教えて。行きつけ？行きつけ？行きつけって特にない。そんなかっこいいのないんだけど、お寿司大好きだから今週も週3回お寿司行ったし、お寿司屋、東京のお寿司屋さんのどこかにはいます。美容皮膚科行きますか？私は最近フォトフェイシャルやりました。あ、行きます、行きます。さっきも言ったように、なんかシミとか隠さなきゃいけないものがあるんだったらコンシーラーじゃなくてシミ取りに行って、シミ取ってファンデーション塗らないように、塗らなくてもいいような肌にするっていうのが私のやり方なので、そういう、なんだろう、ほくろ取り、ほくろまだ取ってないんですけど、そういうのは結構気にしていってます。牛丼とか食べたことありますか？あります、大好き。チーズ牛丼になんだっけ、あの辛いのタバスコかけるのが大好き。痩せましたね。痩せてないんだよね、太ったんだよね。ほんとめっちゃ言われるんだけど、太った太った。次はどこ住みたいですか？次は場所？場所は別になんかないんですけど、いいところがあればって感じ。私も大して食ったことねえのに庶民アピールすんな、お前なんでわかんの？めっちゃ食べてるんだけど。来年小倉優香の香港支部作るわ。さすが、お願いします。金遣い荒いですか？いや、荒くないと思う。わからん。ニーハオ、ニーハオ。プールと海どっちが好き？海。プールはなんかいろんな人が入ってて、いろんな汚れがそのままそこにあるからちょっと嫌だ。ルーティーン教えてよ。何のルーティーンかな。ナイトルーティーンとかだったら別に大したことしてないんだよね。普通にお風呂入って30分湯船使ってね、で、シャワーして出て、中国語の勉強ちょっとして、で本読んで寝るって感じ。とりあえずずっと応援はしてます。なんかなんだその言い方。普通。ありがとう。告白する派、される派？されたい。自分じゃできない、したくても。恥ずかしくない？なんかされたい。日本です。ゆうかさんから、サウナは行きますか？サウナ行かない。岩盤浴、溶岩浴行きます。サウナはお肌も髪もなんか熱波でやられちゃうんで、溶岩浴で中から温めてます。
みんな恋愛の話好きだね。好きな人いますか？好きな人いない。グランブル大好き、ありがとう。すごい楽しかった撮影。一番好きな果物は桃とイチジク。さっき食べてたやつ。グランブルをまだ見てる。ありがとう。夏だしね。夏終わっちゃうからみんな早く見て、今のうちにグランブル。今後の予定は、今日は別になんもないし、あと今日からファスティングするんですよ。今日からっていうか、ジュースあと1本飲んで、で明日1日ジュースだけで過ごすっていう、ジュースクレンズかやるんで、お腹空いてなんか頼まないように早めに寝ます。パモス。食べ物気をつけてますか？オーガニックとか。気をつけるようにはしてるけど、やっぱ友達とご飯行くときとかってそんなことあんま言えないし、お酒も飲むんですけど、お酒飲むと結構出てきたもの何でも食べちゃうから、気にはしてるけどできてないって感じ。髪の毛レッドです。ちょっと赤っぽい色にしてます。体に悪く。あ、むせた。おい、体に悪くないと思ってる。息子のお嫁さんになって。息子さんはド M ですか？結構わがまま聞いてくれないと耐えられないかも。女友達と男友達どっちが多い？ん？女じゃないかな。男友達ってさ、なんだろう、高校の時とかからめっちゃ仲いいとかじゃないと友達になりきらないじゃん。なんていうの、やっぱ一応男と女だし、ある程度線は引くっていうか、まあ、友達、知り合いは多いけど友達と呼べる人っていうのは男では少ないですね。一人暮らしですか？お、もちろん。娘にしたいよ。おお、私のママが喜びます。結婚願望ありますか？さっき答えたね。ないです。僕はド M です。お。いいですね。ボトックスとか打ってますか？ボトックス、ここですね。ここはね、打ったことあるけどこけちゃうんですよ。私すごい一時期顔がこけてた時期の写真とか多分ネットに上がってるんだけど、ああいう風に老けちゃうんで、ここはもう一生打たないです。今打ってないです。最近のマイブームを教えてほしいです。最近のマイブーム、読書。最近じゃなくてずっとだけど、今はなんかちょっと持ってくる。よいしょ、これ読んでる。これは物語とかの本じゃなくて、なんだろう、まあ、自己啓発の部類じゃないよね。自己啓発とかは嫌いで読まないんですけど、なんかまあ、こういう人とこういう人がいるよみたいなさ、お金についてのやつ。結構面白くて、これまだ読んで2日とかなんだけども半分読んでる。夜ね、名著ですね。お、有名なんだ。懐かしい。え、そんなみんな知ってるんだ。なんかちょっと面白いよとか言ってどやってたけどさ、有名なんですね。しかも昔のなんだ、懐かしいって。え、いつのなんだろう。でも改訂版って書いてあるから。これ新しいんじゃない？違う？
コンプレックスってありますか？コンプレックス、まあ、こうだったらなみたいなのは多分あるんだけど、なんかもう常に、うわもう私このここの小指短くてみたいな、常に思ってるようなコンプレックス、大きなコンプレックスはないです。これは自己啓発本になる。自己啓発本なんだ、まあ、これは面白いんですけど、なんかなんだろうな、成功するための10の法則とかさ、そういう自己啓発本好きじゃないです。自分を高めるためにワンピース読んでますって言え、ワンピースなんか読んでみたんですけど、もうバーって大量にありすぎて1話から読むのがちょっとしんどくなっちゃって読めてないですね、漫画。次海外行くならどこ行きたいですか？今、まあなんかちょうど話題、自分の周りの話題にも出てるんですけど、まあ、やっぱシンガポールとかもう一回ね、あとドバイとかも行ってみたいし、さっきも言った香港とか上海とか、その中国寄りの本土の部分じゃないところにも行ってみたい。香港はね、上海は中国の言葉なんだけど、大体ナイトブラしてますか？ナイトブラしてます。ナイトブラは名前はちょっと分かんないんだけど、ドン・キホーテで買ってる。もうこれは本当に高校生ぐらいの時からそのドンキでしか売ってないやつを買ってるんですけど、よくある5000円とかするナイトブラじゃなくて、ドンキでもう900円とかで売ってるナイトブラがあって、それがもう本当に一番いい。カジノ好きそう。カジノまあまあまあ好きですよ。ルーレットと、まあ、ポーカーはあんま強くないけど、あと何あったっけ、あスロット、スロットはまああんま勝てないんであんまやんないですけど、カジノ嫌いじゃないです。なんか韓国も行きたいです。台湾なら親日国でいいかも。台湾もね、1回行ったこと、あ、嘘嘘、2回行ったことあるんだけど、めっちゃ好き。恋愛は引き継いだタイプですか？あ、そうですね。女の子って基本的になんか、早いですよね。シンガポールはもともと長くいる予定だったけど、急遽帰国したの。まあ、急遽ってほどでもないんですけど、そうですね。思ってたよりも早く帰国になりました。バカラやりますか？バカラは分かんない。ルーレットが一番勝った。鎖骨綺麗、ありがとうございます。美容ライブ、美容ライブそんな話せることないけど、今度やってみようかな。じゃあゆうかちゃん、見ついだものを使ったり持ったりしてほしい。貢ぐの好きですね、この人。かわいいの王。24でカジノ好きはやばい。カジノ好きってことじゃないよ、別に。行った国にあったら、やるってこと。シンガポールの友達は日本に来ますか？あ、なんか来る、来たいって言ってたけど、日本からシンガポール行くのは隔離とかも何もないんだけど、向こうからこっちに来るのは、なんか、隔離だったかな、なんかあるんですよ。まだ来れないんだって。だから今は来れないみたいな言ってた。まあ、ちょっと前だから今変わってるかもしれないね。リリちゃん元気ですか？リリちゃん元気です。寝てる今。ガルはここにいるの。こうやってね、ガルを抱っこするとね、焼きもちリリが来るんだよね。焼きもちリリ、六本木のクラブ教えて。私六本木のクラブ行ったことないの。韓国来て待ってます。あ、行きたい。シンガポールはタワマンありますか？タワマンあったと思いますよ、普通に街並み日本とそんな変わんない。シンガポールの友達は何語ですか？シンガポールのお友達は
中国語も英語もあと日本語もちょっと喋れるし、韓国語もペラペラでしたね。にゃんこかわいい、ありがとう。かわいいって痛い、爪きたきたリリちゃんやきもちだもんね。どこ座っていいの？見て、バランス映ってない。猫と犬仲いいですね。うん、割と、まあ、いいのか悪いのかいつもじゃれ合ってますにゃんこでかそう、でかいのマジで重い。ダックスと見てるよ。あ、りーちゃんこんにちはする？ワンちゃんと見てる人が多いって。こんにちは。ワンピース見てますか？見てない。イタグリちゃんはここだよ。うんうん、もうね、2人ともでかいの。意外に小型犬なのに、この子7キロぐらいある。かわいいかわいいかわいい。愛犬と一緒に見てます。ほらほら、こんにちは。ゆかちゃん、また写真集やポスター出してほしい。うん、タイミングが来たら。リリは足速いですか？速いですけど、ドッグラン行ってもビビリで全然走らないし、友達ともなんかじゃれたりしないから、家の中で走ってる時が一番速い。ドッグランで走ったら絶対負けないのに、自分より遅いプードルとかにビビってる。ワンコちゃんいたずら好き？超好き。ワンちゃん毛があるの？短い毛がね生えてるの。そう、なんか似てる似てる写真集ほんまに出してほしいな。あー、水着出していいの？今からめっちゃ楽しみにしてますね。またイベントでお会いしたいです。イベントはやりたいです。なんかやっぱずっといろんなことがあっても、昔から応援してくれるファンの人とか、まあ見れば分かるんで、アカウントとかがいるから、そういう人たちに会いたいなと思いますね。今日お月様が綺麗です。おー、ほんと？はい、お久しぶり上演。まで、お久しぶり上演。お、いいし、周辺上演。リップケア何してますか？特に何もしてないです。リップとかハンドクリームって結構いただき物でもらうこと多いから、ちょっとしたそういうのを使ってます。こだわりはない。最近見た映画何かありますか？最近は昨日見たんだけど、ネットフリックスで。何したいの？なんかちょっと名前忘れちゃった。最近名前が出てこないんだよね。ダメだ、見てないってことにします。ワンちゃんに物壊されたけどありますか？めっちゃありますだからもうこの子飼ってから、まあ、この子が散らかすから汚くなるけど、散らかされないようにって気をつけて物を置かなくなるから綺麗になった家が。ジョンウェンシュエシャンザンマヤン。はい、舞台派。前髪が。月曜からまた先生として働くんで頑張ってください。今まで見たベスト映画は何ですか？ベスト映画？ベスト映画。1位は、アレックス。うん、ギャスパーノエのアレックス。あんまり、おすすめですっていうか、見てとは言いにくいんだけど、まあ見てほしいあのギャスパーノエ好きな人がいたらもう一瞬で好きになります、その人のこと。友達になりたいなって思う。ダイエットして胸縮みましたか？別にここ 2,3 年ダイエットしてないんですけど、一回めっちゃダイエットした時は縮まなかったですね。そんな
感覚としてちっちゃくなったかなと思ったりもしたけど、でもブラのサイズがずっと変わってなかったんで、まあ、縮んでないんじゃないですかね。 YouTube は見るんですか？ YouTube は音楽流したりとかしますけど、あんまり見ないです。太りにくい体質？太りにくい体質、お父さんがめっちゃ細くて、で身長も180いくつ190近くあるんで、でガリガリだから多分その遺伝ついでて将来も太りにくいと思う。何のブランドが好き？送りたい。なんだろう、まあ特にないです物によるって感じ。目標教えてください。目標は言いません。自分の中でコツ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 目標をして、叶った時に見せびらかしたいタイプお母様も痩せてる？お母様はぽっちゃり。 80ないか、80くらいあるんじゃないかな、わかんない。お母さん156センチで、でなんかまあパンポンってポンポンって感じで、もお母さんはお胸が大きいのだから、まあママの胸とお父さんのガリガリをうまく引き継いだねって、なんかこのお父さんとお母さんの間でまあ一番良かったんじゃないって言われてきた子供の頃から言った方が叶うって自己啓発本が言ってたよ。だから自己啓発本嫌いなの。かわいい。お母さんに怒られるよ。お母さん見てたら、見てるかもしれないな。お母さんとお姉ちゃん私のこと大好きだからめっちゃ監視してんだよね SNS 顔どっちに？顔もう半々なんだよね。顔半々。兄弟はお姉ちゃん、お兄ちゃんで、お姉ちゃんが14個上、お兄ちゃんが12個上で、結構離れてる。2人ともお母さんより。お姉さんはどんな感じなんですか？お姉さんは幼稚園の先生やってたけど今結婚して、赤ちゃんがもう2歳ぐらいかな、1歳ぐらい、1、2歳なんで、あの家で子育てしてます。でたまに保育園に手伝いに行ったりって感じかな。性格どっちにですか？どっちにも似てない。どっから来たのって言われる。でもなんかね、おばあちゃんに似てるのかな。お兄さん妹好きそう。お兄さんとお姉さんは私のこと大好きすごい離れてるね。そう、私も末っ子。お、末っ子。私末っ子の友達多いかも。末っ子同士で仲良くなることが多い。みーさん仲いいの？会ってないかな、ずっと。今は日本に戻るんですか？今日本です。もう日本に戻ってきました。どっから来たのは草ねファンフロムマレーシア。あ、マレーシア、マレーシアも行きたい。マレーシアとかあのインドネシアとかあそこら辺も結構撮影で行ってたの一時期。超綺麗、海が。歯並び綺麗、ありがとう。帰国後初めて食べたものは何でしたか？え、帰国後初めて食べたもの、ん、思い出せないな。思い出せないけど、前さ、あのアメリカの方に行った時に多分 2,3 週間いたんですよ。で日本帰ってきてどうしてもカツ丼が食べたくて、でも朝6時とか5時だったから
まあ中尾とかもやってなくて、そのウーバーで、でもうタクシーでコンビニ行って、コンビニで4000円分ぐらいなんかカツ丼とかパンとか団子とかいっぱい買ったんですよ。でその時の日本食がもう美味しすぎて、日本のコンビニのレベルの高さと日本食の美味しさに感動して、あのやっぱアメリカ住みたくないみたいな、住みたいってなってたんですけどって話があって、だからさっきから私いつか海外住みたいって言ってるけど、日本食恋しさに帰ってくるかもしれない。日本食って本当に、で日本食ってか日本のコンビニのレベルが高すぎる。うまーめし美味しい。うまーめし。お酒は何が好き？お酒は赤ワイン。もう最近なんだろうな。まあまあ赤ワインです。金持ち父さんとこれを聞き逃しました。赤これね、これね、うん、興味ない人はないかもしれないけど、こういうの好きな人にとってめっちゃ面白いと思うからおすすめって言ってもめっちゃ有名らしいからみんな知ってたみたい。あの知らなかった人は見てみてください私知らなかった。面白いめっちゃ。それは正しい。日本食うまいよ。日本食めっちゃ美味しい。日本食ってかコンビニが最強。まだ身長は伸びてるの？伸びてないと思います。あ、20年以上前からなの？そうなんだ。じゃあもうこのロバートさんっていうのはもうこの写真より20歳以上老けてるんだね。若いのにすごいなと思ってた。今さら読んでます。コンビニよく行かれるんですか？コンビニ行きますね。1日1回は。今何歳ですか？24歳。じゃあ8時、もう1時間ぐらい経ったので最後に10個ぐらい読んで終わりにしたいと思います。横誰かいそう。誰もいない。リリとガルしかいないです。おすすめの漫画教えて。漫画は読まないです。リップどこのブランド？リップは、リップクリームはなんかオールグッドリップス、ココナッツリップバーム、これ UV が入ってるらしくて昼間家出る前に塗ってます。色はついてない。めっちゃココナッツの匂いがする。からこれ塗って車乗るとちょっと酔うからあんまり使ってない。月曜から頑張れそうです。頑張ってください。今日何曜日だ今日何曜日だろう。土曜日かな、金曜日かな。体調には気をつけて頑張ってね。曲、直接会える機会ないかな。直接会える機会を作れるように頑張ります。バストアップ方法知りたいです。バストのカップのアップ方法は分かんないですけど、垂れないようにあのブラジャーをちゃんとしたの測って、あとまあなんだろうな、結構安いブランドじゃなくてちょっと高めのブランド頑張って買うとか、ナイトブラつけるとか、走るときは抑えるとかですかね。そうすると垂れないです。サイズアップ方法は多分ないんじゃないかな。まあいろいろ巷に出てますけどほぼ嘘だと思いますね
さんの水玉これルミネとかの、ちょっと待ってね、書いてあるかな、ちょっと書いてなかった、ルミネとかで買いました。セットアップで実は上がついてるんですよ、同じ柄で。男の胸って垂れますか？知らない。垂れるほど泣くなよ男の人って。ランニングしてますか？知ってないです。韓国のカジノイベントにゲストで招待しましょうか？あ、韓国行きたい。お部屋あるのすごい。海外もお部屋ありますか？海外はお部屋家ないです。階段降りるとき下見えますか？見える。結局ド S なんですか？わかんない。 S と M って何定義がわかんないです。ほっぺた痛ってはい、もうなんか太ったな。インスタライブありがとうございます。ありがとうございます。今何個読んだか忘れちゃった。明日朝5時からインスタライブしてください。無理です。学生時代もモテましたか？あ、学生時代まあまあですね。DM してみようかな、見るかな。私 DM 結構読んでます。ちゃんと結構読んでるけど、お仕事のなんか DM を送ってくるんですよ、あの企業さんとかも。分かりにくいかもしれないけど、プロフィール欄にちゃんとなんていうの、お仕事用のアドレスとホームページが載ってるんで、そこに連絡していただけると会社の人が返します。私は直接お返事できないんで、専門的なこうやり取り、大人の同士のやり取りができないんで、そちらにお願いします。おやに、おう、おやに、おや、大丈夫、シェシェ。じゃあ終わります。久しぶりに楽しかったです。リリ、おいで、おいで、いた、おいで、おいで、バイバイして、おいで、バイバイしよ。言ってたのにごめんね。よいしょ。じゃあねー。バイバーイ。眠そう。バイバイって。はい、終わるから。はい。